バーバリーマカクは、哺乳高霊長目、オナガザルカマカク属に分類される霊長類。別名バーバリエープ、バーバリエープ、アルジェリア北部、モロッコ、イギリス領ジブラルタルに移入。名前は分布域である北アフリカのバーバリー地方に由来する。マカク属では唯一アフリカ大陸に分布する。東道長オス55から62センチメートル、メス45センチメートル。 体重10から1 5ラム。尾は、非常に短く、ほとんどない。エープは、尾のない猿。尾の短い猿の意だが、近年は、類人猿を指すことが多い。主に標高2600メートル以下にあるシードリス、アトランティカなどからなる新葉樹林に生息するが、コルクガシなどからなる上緑樹林及びコンコーリン、ヤブチ、岩場などにも生息する。種商名シルバネスは、 ローマ神話の森の精霊に由来する。数十頭に達する雌雄がほぼ同数の、複有複メスの群れを形成して生活する。群れは、母系集団で、成長したオスは群れから独立する。オスは、群れの中にいる幼獣、特に血縁関係のある幼獣を運搬、毛繕いするなどの子育てを行う。二頭のオスで子育てを行うことが多く、幼獣を毛繕いした後に、 オス同士で毛づくろいなどを行うことで関係性を持つ傾向がある。この子育てを行うことにより、地位の低いオスでも群れの中で地位を向上する機会が得やすくなる利点があると考えられている。オス同士で争いが起こると、幼獣を抱いて干渉物とすることで相手をなだめる。本種がオスの割合が大きい群れを形成することは、これらの子育てや干渉行動が 効果的に働いているとも考えられている。農地開発、木炭や焚き木の採取、家畜の家放牧による生息地の破壊、家畜との水資源の競合などにより生息数は減少している。犬による捕食、地元住民や観光客による不適切な食物の餌付けなどによる影響も懸念されている。1977年に霊長木炭入で ワシントン付属書通に2017年にワシントン条約付属書き合いに掲載されている。1975年における生息数は1万3000から2万2000頭と推定されていたが、1992年における生息数は1万から1万6000頭と推定されている。1999年における生息数は約1万5000頭と推定されている。 群れを観察する研究者によると、現在最大の脅威は密漁であり、年間300頭ほどが、見せ物やペットとして売られているという。1740年に、ジブラルタルでは狩猟用に移入された、個体群が定着している。過去には、個体数の変動が大きく1900年には、個体数が130頭だったが、1940年には4頭まで、激減した。後に、 ウィンストン・チャーチルの指示により来たアフリカから24頭が移入された。日本では2020年現在マカガ族単位で特定動物に指定されている。ありがとうございます。